スタートアップの注目度っていうのは、もう年々上がってるのは間違いないと思います。はい、可能性があるので、まあ、だからこそ採用に向かっていく。フェアに挑戦できる未来を作る国内シェアナンバーワン、日本初の株式型投資クラウドファンディング、ファンディーノ様の提供でお送りします。はい、本日も企業のリアルということで、キープレイヤーズ高野秀俊さんをお呼びしてお話を伺ってまいります。よろしくお願いします。司会の牧原と、あの場から萩谷です。よろしくお願いします。では早速、今日はスタートアップのキャリアということをテーマに伺っていきたいと思ってるんですけど、見ていただいている方はスタートアップに転職しようかなとか、スタートアップ側もそのいろんな人を採用したいなっていうところがあると思うので、そういったところについてちょっといろいろお話を伺っていきたいと思っております。よろしくお願いします。はい、ではまず最初に高野さんのキャリアについてお話しいただけたらと思っていまして、自己紹介をお願いできますでしょうか。はい、私は宮城県仙台市出身で、大学出た後に入った会社がインテリジェンス、今のパーソルキャリアで6年ほど就業しまして、2005年から独立して、キープレイヤーズという人材会社と、あと顧問とかちょっと社外役員とか手伝いするようになったのは2011年ぐらいからで、その時に役にやって投資して上場した会社がメドレーとか、クラウドワークスっていう感じです。で今はあと HM7 っていう会社、グループ会社と A キャリア、これも HR 系なんですけども、小さいですけどもグループとしてやっております。あと YouTube になります。はい、ぜひ高野さんの YouTube をご覧ください。弱小 YouTube なんで、スタートアップも随一度、スタートアップの、ね、はい、キャリアではもうすごいいろんなところでご出演されてたりとか登壇されてたりっていうのよく見かけるので、いや素晴らしいなと思って、もうキャリアスタートアップのキャリア相談するならみたいなところが素晴らしいなと思って、あとでチップちょっと渡して。最初にちょっとスタートアップの転職状況みたいなところをちょっとお伺いしていきたいなと思ってるんですけど、今ってスタートアップに転職しようかなって人は増えてたりとか、まあ、今最近の状況っていうところをぜひ高野さんの目線から教えてください。そうですね、なんか本当細かいデータを取るのは難しいんですけども、その、スタートアップの注目度っていうのはもう年々上がってるのは間違いないと思います。はい、実際にGoogle で検索見ていてもスタートアップの検索っていうのはどんどん増えていますし、求人も数多く、自分は全く営業してなくてもたくさん毎日やりいただくので、それはもう間違いないかなと。ただ、資金調達にかなり影響を受けるところもありまして、昨年はいろいろデータ見ますとなんか9000何百億という、調達額だったらしいですけども、今年3割ぐらい減ってるんじゃないかみたいなデータ、ベンチャーキャピタルの協会さんのデータ見ましたけれども、多少そういう影響っていうのはないとは言えないんで、という感じ。ただずっと売り手市場ですし、これはスタートアップだけじゃなくて、日本の大企業も外資系企業も全部そうでして、日本は絶えず人の方が足りないっていう国なんで、これ先進国で日本だけだと思うんですけど、非常に特徴的に売り手市場だっていうことです。ありがとうございます。なんかスタートアップのイメージが変わってきたなみたいな感触ってありますか？今までって大手にみんな行くみたいな感じがちょっとあったようなイメージもあって、スタートアップがちょっとイメージ感が変わってきたのかなっていうのは最近の、講義でやっぱ IT 産業が盛り上がっていて、2年ぐらい前までは非常に時価総額も高く、そうすると上場した方が今度エンジェル投資家になってみたいな感じでエコシステムがどんどん出てきてきて、そういう意味で盛り上がってるんで、若い人がどんどん就職したい転職したいというなんか一つのトレンドは明確にできたんじゃないかなとは思います。でもそれがなんか受給と合ってるかって言われると、年間2500社ぐらい投資がされてるというふうに聞いてますので、そういう中で言うと、やっぱり人の方が足りないとか間違いないですね。あとなんかイメージ大きいのが給与が結構変わってきたのかなとも思ったりするんですけど、スタートアップが出せる給与のレンジが過去と今だと変わってきたのかなと思うんですけど、それはどう思いますか？そうですね、一応社名は伏せたいと思いますけども、時価総額何千億になった、学会よしもスタートアップの社長さんに僕が、はい、よしもね、なんか10年ぐらい前に紹介
した証券の方に紹介した感じだと、はい、まあ年収1000万以上の人に、うん、君はこれから修行なんだから、はい、俺も修行してるんだから月給30万からなみたいな感じで、うん、まあそうかなみたいな時代に全然あったんですけど、うん、まあ今はある程度、まあ、あのバカさんをはじめ素晴らしいその VC の方々っていうのもかなりスタートアップを応援されている投資されてるっていうのもあるんで、なんかめちゃめちゃ給料を下げてシートとはいえ転職しなくても良くなってきたとか、うん、まあ、あとはミドルレーターについては日経新聞とかに出てる通り、まあ、大手企業より給料をもらってる方がいるっていうのも事実なので、うん、状況は結構変わったっていうのは思います、うんうんうん、はい、人を絞っていい人をたくさん取ろうっていうところも結構動きとしてはあるのかな。そうですね、うん、まあ、やっぱり海外の場合はやっぱり基本的には企業ステイだとあんま転職しないんでアップさせる、またはもうステイの場合はかなり S を出るっていう感じで、まあ、日本の場合はまあやっぱりダウンテージが本当に多かったのは間違いないと思うんですけど、うん、僕はダウンテージが悪いとは全く思ってないですね、うん、会社のステージによるんで、うん、内装では触れないですから、うん、そういうことを理解してなんか給料下がってても例えば大手の広告代理店とか大手の経営機関とか、うん、まあ、大手のコンサル、まあ、外資戦略コンサルとかいる方の給料、まあ、で指導アリーの会社は出せませんから、うん、まあ、そういう下げても来るっていう人は僕は大好きなんですけど、うん、ミドルレーターについては下げなくてもまあ良くなってきていた、うん、場合によってあの前職が安い方の場合は給料が上がっている、うん、みたいな個人の方にとってはすごく時代は良くなった、うんうんうん、と思います。ありがとうございます。どちらかというとリスクマネーが結構ね VC の方とかこう流れてきて先行してお金がこうスタートアップに来てるかなっていう印象があるんですけど、やっぱ本当まだまだ現場だとやっぱ人手不足がすごくて、スタートアップなかなかこう優秀な人取れないとかあるんですけど、実際もう人がスタートアップに流れてくるのはまだ少し時間差あるのかなみたいな感じがちょっとしてるんですけど、実際なんかその辺のこうどうですか、その大企業の方とか優秀な方がスタートアップに流れてくるのが、流れは変わってきたかなと思いながらもまだここが足りないとか、こうしたら増えてきそうとか、あります。やっぱり何がなくても結局は成功事例になると思うんで、うん、なんかルイトモとか、うんうん、なんか成功は昔から伝染するという言われてる、うんうん、でやっぱり自分のお友達がやっぱりうまくいってる結果が出てくるっていうのが出れば、まあ、より一層やるっていうふうになりますし、まあ、これもなんか一つの現象なんで、現象としての理解ですけど、うん、例えば、まあ、レバレッジさんとかすごいなと思いますけど、うん、フリーランスのエンジニアの方を応援する会社さんがたくさん出てきて、うん、まあ、そういったフリーランスエンジニアとか SES とかそういった業態もどんどん伸びてきていて、やっぱフリーランス化する人っていうのがエンジニア、そしてエンジニアじゃない方でもものすごい増えている、うん、ある種も一人でも会社ができるし、うん、なんか副業もできるし、うん、まあ、副業もサイドっていう副業もあれば、あの複合の副業、パラレルで、まあ、これはあの弁護士ドットコムの元江さんとかよくそういう本も出されてるんですけど、うん、そういうことで、なんていうか、昔で言うと一つの組織にフルコミットしてやんなきゃ絶対にな、うん、みたいな価値観から、なんかパラレル的なあのこう思考の人とか、一人でもいいっていう思考の方が、うん、かなり増えていて、うん、それが採用につながらない。なるほど、ちょっと分散してるってことですね。そういう方がですね、なんかこう一神教的な、はいはいはい、昔ベンチャーって言われた時の、うん、まあ、キャベツ食べながらやるぜみたいな、そうですね、もうタコ部屋でね、これあんまり言い過ぎるとあのちょっと、ね、私もすごくダメになっちゃって、はい、なかなかこう表現柔らかくしようと思いますけど、そういうところからなんか多神教的なものに、なんかやおろずの神的な、うん、なんかこういろんな価値観がありましたけど、なんか大企業とか公務員とかじゃないパラダイムっていうもの自体がなんか一つのスタートアップっていうところで入るっていうことだけじゃない、いろいろな働き方が多様性があるので、まあ、だからこそ採用難しいし、経営者からするとその反対で、そのいわゆるヒューマンリソースっていうふうに考えた時に、当然フルコミットしてくれる正社員の人は幹部だったりコアメンバーの人はいると、ですけども、それを支えるような人はいわゆるフリーランスとか業務委託とか顧問とか、まあそれこそVC の方とかエンジェル投資
人もいればみたいな感じで HR ヒューマンリソースをうまくミックスさせられる人っていうのが今のなんかスタートアップ経営者でやっぱり優れてる人だと思いますし、まあ、働く個人としてはその自分は何が最適なのかって考えてそれを選択していくっていう時代なのかなと思いますね。その中でスタートアップの中でこう求人がすごいこういっぱい来るような人気のスタートアップになるにはみたいなところのメッセージをお伺いしていきたいんですけど、うまい企業さんってすごいこうウォンテッドリーだったりとかいろんなユートラストさんだったりいろんなチャンネルをたくさん活用して結構募集のブランディングみたいなところをすごいやってらっしゃるなと思っていて、高野さんから見られていてなんかこうここの企業さんはそういう採用ブランディングうまいなとかそういう募集が多いなみたいなところってどういう特徴が共通項あるのかなっていうところをちょっと教えてください。採用がうまい会社の特徴としては、まあ、まず見せ方ですよね、うん、ブランディングの部分で、もう正直言うとそういうブランディングする良いパートナーの方と組んでらっしゃいますよ、ね、うん、で一般論で言うとやっぱりそのすごく儲かっているか、はい、スタートアップのはまあ J カードの方で多いと思うんですけど大型調達をしていると当然いいブランディングのパートナーと組んでいるんでデザインも良ければ、はい、まあ、ミッションビジョンバリューとか、まあ、パーパスみたいなものも作られていて、うん、まあ、人に刺さるようなものが、まあ、できている。だこういう会社は当然採用はうまいですし、うん、例えばリクルートさんとか自分がいたパーソルですとか、うん、まあ、あとそのサイバーエージェントさんなんかもそうですけども、いわゆるリクルーティングが上手だって方が経営陣にいる、うん、また経営陣複数いる会社はどうやって人をアトラクトするのかってことについてのノウハウみたいなものを持ってるんで、そういう会社は当然強いです、うん、まあ、あとその B2C 向けの会社ですよね、はい、B2C の会社さんってやっぱりそのサービスがすごい好きみたいなのは前提があるんで、まあ、当然言うんですね、はい、でもまあ例えば悪い意味なんですけどね B2B の会社とか近年こう勢いがあったサービスの会社とか、うん、バーティカルサービスの会社さんっていうのはなんかそれそのものが好きっていうのは、うん、別にそういうことではないと思って、うん、まあ、そうなるとやっぱりまあビジョンなのか、まあ、あとその人自身が持ってまあ、社長とか社員の人が持ってるそのアトラクトする力がある、なんかそういう会社がまあ採用力があるということですかね。はい、ありがとうございます。確かにもともとそういう人材畑にいた方が代表の方とかはすごいいろんな人を巻き込んで引き込む力が強いなっていうのは思いますし、先ほどあったように C 向けの企業さんも見せ方がうまいみたいな、そうそう、やっぱり広報さんだったり人事さんだったりが、うん、そこの中に知識がちゃんとあった上でうまくこう魅力的に伝えられるっていうのはあるなっていう。そうですね、はい、まあ、C 向けの会社は正直有利、はい、B 向けの会社は正直不利なんですね、はい、なので B 向けの会社さんの方が圧倒的に工夫が必要で、うん、量をやる必要があるようにして、まあ、採用と営業はもうかなり類似してるんで、人事と営業はちょっと違うんですけど、採用と営業はもうほとんどそのマーケティングしてリード獲得して面談してクロージングするので、プロセスもほぼ一緒なので、まあ、そういう意味ではどういう KPI を置いてちゃんとやりきっているのか、うん、でそういうやりきりの、まあ、グリッドとか、まあ、そういう BCA、まあ、KPI でやっていくっていうことですよね、うん、でただこれはまあ転職する側の人に気をつけていただきたいこととしては、うん、スタートアップの経営者の方はものすごくチャレンジされてる方で経験豊富な方はそんなに多くないので、このビジネスモデルに人に入ってもらったら儲かるという方程式があんまりできてないのに人をいっぱい入れているっていうケースが実は多いんですよね、はい、自分みたいな性格だとどういう計算式なのかっていうのは知りたいっていうタイプなんですよ。なるほど。じゃあこの商品はいくらなのか、これを何件売ったらいつ黒字になるのか、それは簡単な計算式だと思うんですよね、はい、でその計算式ができるかできないのかっていうのはそれはご自身が判断してほしいですけども、うん、そういう計算式がなんとなくない、または曖昧な中で口説いてるケースっていうのが社長多いんですよね、はい、それでもやりたいと思ったらもちろんいいと思いますし、もうちょっと計算した方がいいと思うタイプの人は全然計算してすることをなんか恐れないでほしいっていうか、うんうん、なんとなくビジョンがいいから入った、なんとなくこの人がいいから入った、これはなんか新卒の方だったらいいんですけど、うん、中途の方はもうちょっとだけ計算していただいた方がいいかなとは思います、ね、
早期で辞めることになった時にやっぱりなんでその会社入ったんですかっていうのが当然質問されるし、はい、なんか入りましたらですねちょっとどうしようかなって次の社長思っちゃう面接みたいな。そうですね、採用の、まあ、投資というかしっかり伸びるところに入ることが一番いいことだから、 そこはしっかり見極めって言った方がいいですね、うん、失敗しても全然いいんですけど、うん、どうやって調べたのか、うん、どう考えたのかっていうところはみんな気にしてますね、うん、まあスタートアップでの中小でも10年だったら、うん、本当に1% ぐらいしか残らないみたいな話も昔からあるって言われてると思うんですよね、うん、もうそういう中でもやっぱ考え抜いて調べて決めた決断、そしてそれを全力で実行してたんだったら別に失敗しても評価はされると自分は思ってますね、うんうん、そういう点でいうとちょっと投資家目線というかこのスタートアップがどういうふうにビジネスモデルをやっていてどう伸びるのかっていうのは確かに転職者側も分かって理解して入るっていうのは確かに必要かもしれない。そうです、うん、なんか誘われたんで入りましたってめっちゃ多いですよ。いやそうですね、確かに。じゃあ誘われたら結婚するんですかっていう話なんで、はい、そんでもいいわけじゃないじゃないですか、だからまあ誘われたのはなんかきっかけなんで、その上でどう考えたのかっていうことはすごく大事だと思うんですよ。でやっぱりビジネスパーソンとしてやっぱり結果が出てる方っていうのはやっぱり決断してるんですよね、いろんな局面で決断の質を高める必要があるはずで、まあ、やっぱり人間来てたらどっかで勝負しなきゃいけないんで、うん、その決断をどう考えて調べたのかっていうのは私はすごい大事かなと思うんですね、うんうん、じゃあ今のところちょっとかぶってしまってる部分あると思うんですけど、うん、もう転職者さんの中で失敗しない転職先の見つけ方っていうところの視点でいくとどういう風なスタートアップに今後こうなんか自分の興味だったりとかどういう風に調べたらいいかとかそういうメンバーさんの見方とか、うん、そういったところの視点ちょっとぜひ教えてください。なんかよく聞かれるのはいい会社ないですかって言われるんですけど、はい、いい会社はなんかよくわかんないですよね、はい、私が大好きなんでもうそのまま言いますけど、うん、私の前職は某巨大掲示板にはブラック企業の代表格として書かれてましたね当時、今はそんなことないと思います。ですけども私はめちゃめちゃ良かったと思っているし、それはオーバートップで話してるんじゃなくて、まあ、正直インテリジェンスにいたんで自分は今あるというふうに確信しているので本当にいいと思っていますけども、早期で辞めた方がいるのは事実なんですよ、うんうん、結局自分が活躍できるかどうかが大事なので、うんうん、なんかいい会社とか悪い会社っていう見方っていうよりは自分が入ってどんな活躍結果が出せるのか、だからどちらかっていうと凹凸の関係になっていて営業が弱いけど技術がある会社に営業で入るとか、プロダクトはいいけど管理が弱い会社に管理が入るっていう人はまあ活躍しやすい可能性は高いわけですよ、なんでそこを見極めてどんな仕事をまあやっていくのかってやっぱりちゃんと聞いて、すっとそこはできそうだなみたいな感じですよね。もちろん入ったら仕事できる人はあれもやってこれもやってってなって別に役員で入らなくても半年1年2年経ったらもう取締役になってるみたいなのがスタートアップ転職なわけですけど、最初結果出せないとなんだよってなっちゃって活躍する場がなくなっちゃって、まあだからそのスタートで何の問題を解決してその会社に転職するのかっていうのはものすごい大事だと思います。なのでよく聞かれるなんかこうあの会社とこの会社どっちがいいのかみたいなのはそれだとなかなか答えられないんですね。で面談の場でその活躍できるかどうかの見極めは結構できると思うんで、なんかダメなパターンとかじゃないですけど転職口コミサイトですよね、ぜひ、ご覧になっていただいて構わないんですけど、やっぱり会ったこともない人たちの情報なんで、それを見る以上に独自の情報を得て、それはじゃあ VC さんなのか、まあ、エンジェルとかもそうかもしれないし、まあ、そのいろいろ情報を持ってそうな、やっぱそのライトパーソンの人を見つけて、その人たちにこっそり聞きに行くっていうのも、まあ、かなり大事な能力で、それってなんか無料で何でも教えてくれるっていう理屈は本当はないじゃないですか、だって教える理由ないですよ。だけど普段からなんかギブしてたら、まあ、ギブアンドテイクで言うと普段からなんか有益な情報を発信するとかなんか人様のお役に立つことをしていたら1回ぐらい頼み事できるじゃないですか、
信頼残高をこうなんか常に積み上げをしていって、まあ、ある種転職するっていうのはめちゃめちゃ勝負どころじゃないですか。うん、だから勝負どころのところになんかお願いできるような、まあ、普段からのなんか1日1膳というか100膳をやっとくってことが私は大事かなと思います、ね。うんうん、まあ、なんかあと真面目すぎる方の場合はどう考えてほしいかっていうと、このチャンネル見てる方とか絶対真面目な方じゃないですけど、申し訳ないですけど、これだけ、うん、まあ楽しいエンタメコンテンツがある中で、わざわざスタートアップのチャンネル見てる。間違いない。ちょっと多分結構真面目すぎる。真面目すぎることによって、会社を辞めれないとか、なんかプレッシャーがかかりすぎて、取られるわけじゃないですし、うん、まあ、別に正直会社って別にいつでも辞めていいんで、真面目すぎる方ですよ、うん、あのいつでも辞めていっていつでも辞めちゃう人もいる真面目な方は、まあ、そういう気持ちで開き直って大変な時もやればいいと思いますね。すいません、ちょっと最後にあのさっきマインドセット的なところのお話あったと思うんですけど、なんかスタートアップって入社時となんかやってる中で全然違うピボットしたりと か、うん、なんか自分の役割が変わったりってもう往々にしてあるなと思っていて、そこですごいこうアレルギーというか自分これ やりたかったのにみたいな風になっていくとなんか合わなくなってくるみたいなことが結構起こるなって思っていて、なんかそこでこう柔軟にこう代表がいてたことと全然違くなってるけど、それに対してこう働く側でどういうマインドセットでスタートアップに行ったらいいかみたいなところでなんかあったりされますか、高野さん。大手から行かれた方とかだとこの業務をやるんだみたいな感じで結構視野がそうなっちゃって、スタートアップだとこれもこれもちょっと柔軟にやってほしいみたいなところ多いかなと思っていて、ほとんどの会社が、まあ、人が足りない状況で2つのタスクとか役割とかも担ってること多いんで、はい、これは自分聞いてた仕事じゃないっていうタイプだとちょっとスタートアップだと難しいかもしれないですね、うん、でなんか仕事って上司と部下とか、うん、あとはその部署と部署真ん中に空白地帯があってそこにボールが落ちてるんですよ、いっぱい、うん、それを、まあ、通常のスタートアップですね、はい、まあまあ、それ勝手に取ったらあれなんですけど、うん、まあ、それは上司に確認してどんどん取っちゃえばいいですね、うん、そのボールをいっぱい取ってる人が、まあ、結局幹部になる人、うんうんうん、なんとなく自分の仕事はここまでって決めちゃってるともったいないというか、貪欲、うんうん、にそこはもう取りに行った方がいいし、まあ、そういうことをさせてくれる会社は私はいい会社なのかなと思うんですけど、うんうんうん、間を取りにどんどん行くことによってこう評価をどんどん、そういったところに動ける人が評価されやすいっていうのは確かにあると思うので、一方でその、はい、性格ですよね、できないことをできるって言って、それに対してもある程度帳尻を合わせる力って、まあ、営業とか求められてる部分はありますけれども、はい、管理系の方とか当然できるできないで、できないことできるっていうことに対する恐れ、うん、それ自体は、まあ、例えば管理とか本部の期待って良くないことなので、うんうん、まあ、部署とか職種によって当然その考え方、うん、スタートアップだからこうといっても、まあ、攻めの部隊もいれば守りの部隊もいるんで、うん、そこはまあなんか職種特性とかを見ながらやっていく必要があるんですけど、うんうん、でもまあ自分の見てる限り、例えば、CFO と幹部長で入れる人、大体の人はもう人事総務の経験はゼロだと思うんですけど、うん、何とかやってったりとかするっていう感じだと思うんですよ、そうですね、いや、やったことないしみたいな、うんうん、だからなんか自分も会計士の方スタートアップに相当紹介して聞きましたけど、はい、ぶっちゃけ会計士の人って経理やったことないですよ、うん、若い時気づかなかったんですけど、あ、やったことないんだ、うんうん、財務やったことないですよね、うん、ないけど、でもまあやるわけじゃないですか、うん、やったことないからやらないっていうことではなく、チャレンジしていくってことですよね、うんうん、自分の能力からさらに超えたところでもどんどん伸ばしていくみたいな考え方、そうですね、まあもちろんね、失敗はしたく誰でもないし、うん、評価されたいっていう人間の本質、うん、それはもう間違いないんですけど、本当にクリティカルな失敗することって普通社長は任せない気がするし、はい、まあ、本当に難しいと思ったら、まあ、やっぱりもう上司とか社長にエスカレーションして、はい、まあ、早めに状況を報告する、バッドニュースファーストってことはあるんですけど、うんうん、なんか悪いニュースほど言わない人っていると思うんですけど、うん、はい、これはもうなんか早めにエスカレーションしていただいて、まあ、それはもう大手もそうだし、まあ、スタートアップも全く同じは思いますよ、うん、ありがとうございます。前編はこういった流れで、はい、いろいろお伺いできました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい。
今回は、スタートアップのキャリアについていろんな視点でスタートアップに転職する側の目線でどういうふうにスタートアップを探したらいいかみたいなのもありましたし、どういうふうなところが、まあ、スタートアップでたくさん人が来るのかみたいなところもお伺いできたのですごく勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。ではチャンネル登録お済みでない方、まあ、こちらからお願いします。また次回もお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。バンドアなら資本政策の作成も、投資家とのやり取りの管理や書類提出も、増資登記まで対応、準備から完了まで資金調達はファンドアで。